すいません遅くなりました。で、寝ちゃったのかどうかという質問の人正解です。さすがですねおはようございます。寝てましたそうやりたい放題やる配信でございます。おはようございます。すいません、ですね起きてたんじゃなくて寝てたんです。ですね、さっき夕飯食ってきたのが何時頃だっけ、ちょっと待ってください。夕飯食ってホテル戻ってきたのが7時半頃で、そこからちょっと横になろうなんて思った時点でもう負けでしたねなので7時半からだから7時半から11時半なんで4時間ぐらい寝てましたねこの後逆に寝られるのかどうかってぐらいすいません。ちょっとこれだとコメント拾いにづらいな。ちょっと待ってください。ちょっと iPhone の方で読み上げやりますね。パソコンからだとよく聞こえないというか、ちょっとコメントちゃんと対応できなくてすいません。今ですね、やつがうるさい。このホテルは、結構部屋広くていいんですけど、いろいろ設備あちこちくたびれててですね、その最たるものはあいつがうるさい。今この騒音聞こえますかね。そう、和室ですちょっと今音一旦止めればわかると思うんですけど、ちょっとエアコン切りますね。聞こえる。この音の差が分かりました。周りが静かになったの。ああ、うるさかった。さっき部屋が結構冷えててきたんで入れてたんですけどね。リモコン、実はこのリモコン私の部屋のエアコンと同じです。だから多分エアコンも同じだと思います。コロナ、これ富士通製ですね。これ。いや、どうでもいいんですけど、そんなことは。半袖はさっきエアコン入れて部屋暖かくしたからこうできました。で、まずはこういう宿配信では何やるんだったっけ？若い、ありがとうございます。まずはこれですね。これ。お、いらっしゃいませ。ん？アローズ？あ、アローズタブか。とりあえず喉も乾いたし、寝てて目覚めたら結構喉乾いてたんで。プラスとマイナス？ん？何プラスとマイナスって？じゃあ。昼飯。いや、でも昼飯は今日1時間ぐらいで、そんな長くなかったと思うけどな。じゃあまずはお疲れ様でした。もう寝てしまった後ですけど、乾杯。ふう、さっぱり。うん、開いてなかった。いや今嬉しそうに見えますか。なんだろう、目覚ました後に少しテンション高いのかな。そう、明日早く出ないといけないんですよね。明日水戸に向かって、北浦っていうとこ沿いに走ろうと思ってるんですけど、70キロあるので、日が暮れるまでに着くためには、というのと、あと、大洗の街で少し大洗の街を見るためには、早めに出ないとまずいですね。珍しく今日は、明日の配信の予約してから寝るかな。というわけで、大洗。あとは、またエロいのか。こうやっとくか。あ、痛い。最近この左膝が痛い。肘だ。膝違う、肘。最近またちょっと整体に行ってるんですけどね。明日は、どうしよう。あ、これ寿司とかなんですか。いや、一応ビジュフォー扱いなんですよ。このホテルはフロントに入った時に不安がかなりよぎりました。フロントがですね、ちょっとカオスな状態なんですよ。
体に、左腕だけなんですけどね。そんで、あと、この放送でやることは、いや、立ちこけの話ではないです。大笑いで、あ、そうそう、それの政治巡礼ってのはあるんですけどね。どうだろう。ん？あ、転んだ怪我、そうだ、思い出した。転んだ怪我はですね、あ、全然大丈夫ですね。かすかにかさぶたができてるぐらいで、もう全然問題ないです。ん？止まった？今大丈夫だと思うんですけどね。老けたね。だって42歳ですから。あ、いって。いや、転んだ、あ、そうそう、今日、ちょっと、そう、私は毛深いですよ、割と。タコ足、あ、そうそう、タコ足の話もあるな。厄年。どうなんだっけ？厄年はもう過ぎたのか、今厄年なんでしたっけ？ありがとうございます。じゃあ、恒例のタコ足現場はこれです。学生、ありがとうございます。ですね、これがパソコンの外部バッテリーで、これ、二つ持ってきてます。ん？治るの？あ、どうだろう。で、こいつがポタファイ充電中で、あ、というか口使ってるの今日はですね、分岐せずに使ってます。そう。まずこいつがパソコンの外部バッテリー充電用で、これをやってますね。で、こいつがバッファローの、こないだ気仙沼に忘れてきて、気仙沼の、大鍋屋旅館さんから送ってもらったやつ。輸送してもらったやつ。電気代。で、こいつが USB の4アンペア供給できる、電源で、iPhone 4、iPhone 5、これどれだ？これは、これがポタファイ。で、こいつが、あ、城島でしたっけ？これがパワーポンド。パワーポンドは、ポタファイとか、iPhone を、移動中に充電するためなんですけどね。うん。4号あります。両方とも。今、5の方は配信のためにさっき向こうに持ってきましたけど、こっちが4ですね。iPhone 買っちゃいました。うん。あ、ルックイスト。白も持ってますよ。これ。日本一周の人も使ってるやつ。電子機器依存症。パワーポンド。この光るパワーポンド。電気代、ああ、どうでしょうね。ドライヤー確かに極端に使うだろうからな。で、あとは、部屋の紹介とかかな。これがさっきまで4時間くらい寝てしまってた布団ですね。布団が敷いてあって、そこに横になった時点でもう負けなんだから、ちゃんとタイマーかけとけって話ですよね。全部バッテリー、バッテリーは今は3つ持ってきてます。パソコン用の外部バッテリーが2個。うん、誕生日おめでとう。おめでとうございます。今日は11月24日ですよね。なんとなくクリスマスの1ヶ月前ぐらいのお誕生日おめでとうございます。で、なぜかこの自炊装備があるんですよ。電熱器があって。そうなんですけど、これ皿はないんですよ。皿なくてコップ1個しか置いてなくて。うん。中にも何も入ってないし。好き。おめでとうございます。あと、普通のサイズの冷蔵庫も置いてある。中身空なんですけどね。あと電子レンジ。さっき、どうだろう、風呂入った時に見た感じだと、長期滞在して、仕事というか、この辺りで働いてる人がいるんじゃないかなと思いましたけどね。うん、あ、保養所っぽい、そうそう。あ、そうだ。あとこの窓の外が意外といいんですよ。わかるかな？お、突き出てる。これはちょっと明るさ調整しないと見えないですね。ちょっと待ってください。そうすむ。自分で皿持ってこなきゃいけないのがあれですけどね。明るさ上げて、建設関係かなと思ったんですけどね。どうだろう。こう。現場、多分そうですよね。上のがあれ突きで、で、目の前が、あ、ちょっとこれ。こう、中に入ればいいか。なんか映り込んでるな。まあいいや。向こうにあれ、橋があるんですよ。これ何川だっけ。まあこの辺りのどれかの川なんですけどね。そう、川です。で、オレンジ色の光が並んでるのはあれ、橋の上の明かりなんですよ。
そう。いた子、私も最初読めませんでしたね。こんな感じ。明日の朝そうですね。明日は朝から天気良さそうなんだけどな。ん？なになになに？ギブアサイド。今満月まではまだ全然ですね。あれは今どんぐらいだろう。4分の3ぐらいですかね。満ち欠けの度合いで言うと。ん？北利根川。時は利根川っていうのがありますね。明日はですね、じゃあ、これ映り込んでるじゃない、これ。目の前別の建物か。あ、これそうですか。今、ヘッドセットが違うってなりますけどね。こいつの方が音質いいはずです。わー、白い。ん？朝ごはんついてないんで、明日の朝もどっかで、探さなきゃいけないんですよね。コンビニもすぐ近くにはなかったんで、水戸駅の方に行って朝からやってる店があるかどうかかな。なかったらコンビニ探して、おにぎりでも食って、かな。うん。下流から。水戸の偕楽園、偕楽園。水戸でしたっけ、あれって。いや、多分水戸に着くのはもう日暮れぐらいだと思います。うまくいって日暮れ。下手したらもっと日暮れてから、時間経ってからかな。うん。納豆タワーって本当にあるんですかね。どうだろう、名前のインパクトからして、リアルではなさそうには思うんだけどな。朝飯は長く食います。ブラックバス。快楽。快楽園の会はみなら楽ですよね。みなら楽。夜。うん、レンジャーあります。眠くないの。さすがに4時間寝た後だから少し目覚めてますね。でも、早め寝ないとな。ん？霞ヶ浦。そうですね。トリマージャン。そうだ。あと、そうだ。夕食紹介とかやったらいいんだ。こういう放送では。なんか、寝起きなせいか、何やったらいいかよくわかんないんですよ、今。今これバッテリー外してやってます。ちょっと待ってください。デジカメのスライドショー、これ、直に見せながらやりますんで。オットフォーカスじゃなくて、手動フォーカスで手前にピント持ってきて、車に乗るとき、自分映してるのないからわかんないな。一応自転車用の、よいしょ。薄型、そうですね。あれはどこのメーカーなんだろうな。マコモ。口紅、デリ。まだ、今日出てなかったけど、出たな、デリ。地震気がつきました。地震があと何時頃でしたっけ？夕飯前だったから、5時台でしたっけ？そう、このワンちゃんですね。小太郎っていうらしいです、小太郎。ピント合ってるかな、これ。そう、丸まってます。アヒル。どこだ？このぐらいでいいのかな？ユーチャンネル。ペイチャンネルとデリと、あとなんだっけ？夕食はこれです。お。口笛吹いたら、そう。私が注意行こうと思って口笛吹いたらいきなりがっつき始めたらいいんですね。夕食は、近くの中華料理屋さんで、うま煮丼と、あと、汁餃子って言ってましたけど、水餃子ですね。これ、水餃子が500円のサイドメニューとして頼んだものなんですけど、水餃子のスープがむちゃくちゃ多かったんで、スープは残しました。味美味しかったんですけどね。そう。定食やってないんですよね。ここ、単品がメインだったんで、ウェイパーって何でしたっけ？覇王の覇っていう文字が入るやつですよね。私はウェイパーがどういう味かよくわかってない。そう、かなりボリューミー。これでした。なんでこんなラーメン丼入ってんだ、この水餃子。ですね、1200円です。500円が水餃子のこれで、で、うま煮丼自体は700円でした。1000円オーバーしちゃいましたけどね。ただ水餃子にしては、どうだろうな。微妙に水餃子用の専用の餃子かどうかって言われると、うん。結構そうそう、単品料理がメインだったんで。というわけで腹いっぱいでした。で、さっきの小太郎、ちなみにここの共同浴場って言い方しないか、大浴場か。は、こんなんです。窓の外が、割と外が開放的でですね、外から見えてるんじゃないかっていう。ん？肉体労働機、いや、
私は肉体温度計では全然ないと思いますけどね。で、部屋には風呂ついてるし、トイレも別についてる。で、あ、そうそう。これ、小太郎の目覚ましてた時の小太郎。この耳と、あとこのポーズが、なんか片足上げたポーズ取るんですよ。で、止まってるんですよ、いつも。色。可愛いですよね。マコモの、まあ、看板系なのかな。小太郎、今若干、あ、で、これが一心不乱に飯食ってる時ですね。浮き物。でもですね、他の犬が通ったりすると少し吠えたりするみたいですね。うん。あとすぐ、このホテルのすぐ横にある、イタコチャンスセンター。なんかタバコ屋さんらしいんですけど、その宝くじの売り場がメインらしいですね。そう。まあ、スライドショーこんぐらいかな。あとは昼間のやつは、あ、これは夕日写真ですね。チャンスセンター。一応なんとかタバコ店って小さく書いてあるんですよ。こんなんかな。あ、そうだ、あと、晩飯。あと、そうだ、夕方に撮った鉄道写真もあった。チャンスセンター。これがいいかな。こんなの。これがか、鹿島鉄道の1時間半に1本しかないという列車でございます。特急とか走ってないんですかね、これ。で、明日は基本的にこの線路沿いと、あとは、北浦っていう、霞ヶ浦の右上の湖沿いに走るつもりです。反射的にもちょっといいですよね。で、色がなんか横須賀線だか、総武線だか、そういう感じの色してました。青と黄色の横ライン。うん。チャンスセンター、あ、本当に？へぇー。そうなんだ。チャンスセンターっていうの初めて知った。そう、これがコメントで教えてもらった、4両編成ですね。つくばエクスプレスじゃないやつです。つくばエクスプレスのちなみに秋葉原駅ってあんなに地下深くにありましたっけ？今日乗り換えの時にちょっとびっくりしましたよ。どんだけ潜るんだろうと。というわけでこれはコメントで教えてもらった、岡島鉄道の列車です。あとは特に、うん。あ、明日は水戸駅まで行ってから、あ、これもいいな。水戸駅まで行ってから帰ります。途中輪行でショートカットできるかな？どうでしょうのロケ地ってこっちは、あ、イタコはですね、明日の朝ちょっと見ていくつもりです。朝早くだから多分船はやってないだろうけど。うん。鹿島線かな？鹿島線かな？ 17 時半過ぎと、マジで。あ、でもそうか、この辺り結構観光地とは言っても駅自体は列車がないから少ないんですよね。カメラ目線。犬と猫。確かに猫の方が可愛さとして勝ってるのは認める。でもトータルの性格とか考えると犬も捨てがたいと思ってます。お、トマト。なんでだ。こいつも途中で見かけたワンちゃんですね。あ、登り速度が落ちてきた。お、あ、復活した。ちょっとリロード願います。安定しないな。電波が不安定になってきました。した。リロード願います。うん。あ、そう、サハラの方ってどっちになるんですかね。サハラと言ったら、ちょい待ち。こうして、あ、バス3。いや、あの子は吠えてこなかったですね。確かサハラっていうのはどっち方向になるんでしたっけ？あ、ありがとうございます。香取神社。イラコっていうのは渥美半島の話ですよね。イラコ。イラゴ岬ですよね。食ってない。うん、言っとるんだ。あ、言っとるんだ、人。もう完全にそれでキャラ立てするつもりですね。途中まで喧嘩をしたからなんかそれなりの対応してきたけど、すでにもうそれはなんか、
キャラクターとして確立させようというのが雇り会できたんで、言ってるんだの人いらっしゃいませ。利根川反対側。ああ、そっち側だと明日行かないかな、じゃあ。そう、サハラの方っていうのは、この、今館内にですね、エレベーターの壁になんかサハラ周辺の観光の情報書いてあったんですけど、鹿島神社。うん、イントルーダー。イントルーダーは、あれ、イントルーダー。R タイプの卑猥な敵の、なんか、寄生虫みたいなやつは、あれはインスルーか。イントルーダー。イントルーダーと言ったら、あれですよね、サラマンダーというシューティングゲームですよね。の中の、うん、特ない。寄り道していて、プラス10キロぐらいになると、それなりに影響あるかな。まあ、ちょっと調べてみますというか、今日早めに寝といたらいいんだけどな。うん。あ、サワラ。うん。アクロ王、アクロ王。名前かっこいいな。太平洋沿い、明日の予定ルートはですね、予定ルートは、iPhone でルートラボ見ればいいかな。ちょっと待ってください。今、表示しますんで。大きな木。ちょっと待ってください。マイページルートラボで、ログインが、あった。霞ヶ浦の、ああ、なんか、確かにそういう位置づけには見えま、位置づけというか位置関係に見えますね。水戸行くなら佐原、ああ、やっぱそれなりに、明日の予定はこんな、数十分か。まあちょっとそもそもどういうところかっていうのも調べた上で、行くかどうか考えます。明日の予定ルートはこんなの。あ、そう、震災で思い出した。今日途中、霞ヶ浦のと、なんだっけ、道の駅に行くときに渡った橋があるんですけど、どこかっていうと、マップは何を、ルートラボっていうやつなんですけど、今日通ってきた、これ、今走る方遠いな。これ、ここの橋。この、渡った右上のところに、ここに、道の駅があって、ここで昼飯食ったんですけど、この橋ですね、ホテルの人によると、震災の時に一部落ちてしまって、1年ぐらい使えなかったらしいです、この橋。これですね、この北側にぐるーっと回って来ようとすると、プラス30キロになるんですよ。今日私がショートカットした分なんですけどね、アップルマップ使いづらい。いい加減にしろ、と思います。神宮水軍線沿いに郡山。郡山ですか。あ、地震気づきました。それ寝る前に気づきました。いや、明日帰ります。なので、距離70キロぐらいなんですけど、早めに出て、水戸に行こうかと思ってるんですけどね。六甲大橋、あれ六甲大橋って言うんですか。よっと。うん。神宮は、お伊勢さん、内宮外宮のお伊勢さんですよね。と、鹿島と、香取ってどこだろう。香取って、どっかで見たような。鹿島神宮、ホットスポットとか、ホットスポットは気にしてたら走れないな。よっと。うん。朝7時から。本当にそういう風な、予約しとこうかなと思ってるんですけどね。ただ起きられる自信はあんまりないけど。もう今日ですね。さて、じゃあどうしようかな、後の時間は。うん。ん？丸があるところ。丸。あ、香取近くにありますね、確かに。まあでも私、寺社仏閣に関して言うとそんなに興味があるわけではないんで、都合が悪かったら多分行かないですね。あ、本当だ、サバラって反対側ですね。なるほど。今日は60キロぐらいじゃないかな。60キロ弱ぐらいだと思います。うん。あ、そう、道もまだ復旧中なんですよね。この辺りってその震災で崩れたっていうイメージはあまりなかったんですけど、橋が落ちて1年間使えなかったって言ったら相当被害があったんですね。知らなかった。プリキュアが。プリキュア何時なんだ。
このホテルはですね、素泊まり5000円です。一人で泊まって5000円。まあまあかな。周りはだいたい5500円とか、6000円とかのとか多いんですけどね。大洗町には明日通ろうと思ってます。うん。そう、自社仏閣に、彼氏に、そういう条件があるのか。うん、今日は一人です。そうですね、ポタリングが一番近いですね。泊まりがあるからツーリングって言ってますけど。お、なんだこれ。うん。天気が、ああ。まあ、とりあえず、鹿島神宮の、がどういうものかっていうのは調べてみます。今日結構食っちゃってるんですよ。抑えようと思ってたのに。これはなんだ？あ、津波も。コード。泊まるところは今日はジャランで調べました。本当は郵送してる泊まりなかったんですけどね。これは何？ゆるの方ですね、これは。このキャラは。うん。無視されてる。ああ。確かにあんまりなんか報道上目立ってないですよね。お、お疲れ様です。カルピス。カルピスウォーターです。カルオー、カルオー。ん？あのコメント。よいしょ。いいよって。ホテル館内。ああ、中か。中はですね、特に見せるものないんですよね。フロアがあるだけなんで。ああ、そうそう、お笑いもかなり浸水したんです。浸水というか津波で、使っちゃったんですよね。水に、海水に。よっ。ああ、ゲーセン、今日全然繁華街に行ってないんですよ。あ、そう、もう一個ネタ思い出した。口逆ないです。鹿島の地震の時、うん、海に来てるんだぞ。津波、そうそうそう。そういうイメージがあんまりないんですけど。見えるかな？読める？一泊五千円です。見える？こっちか。この間南三陸町に行った時に取り替えてもらって少し迷惑かけたタオルです。これを今旅行中のタオルとして使ってます。これしっかりしてるから結構長い間使えそうです。見えない。あ、見えないですかね。よ。南三陸。この間買ったタオルか。そう、この間ね。うん、何頑張らない方ってなんだっけ。よいしょ。そうそう、この間行ってきて買ったやつ。これかなりしっかりしてますね。いくらだったかな。350円だったか500円だったか。ああ、ピントがリスタープレゼントしないです。これがないと私は旅行できないじゃないですか。今これは買ったのはここに書いてある南三陸町でしたね。町でしたよね。うん、使用済みでございます。カモメ？あ、これか。コード、なんとかルンダの人は何を聞いてるのか今一つ分かりづらいです。それだとコードが邪魔っていうのは何だろう。あ、次はかもないです。この後明日のルートを調べるか、できるだけ早く寝てしまうかで、明日早起きしなきゃな。あ、今ちょっと声が遠かったか。うん。南は何だろう。すいません、理解できてません。じゃあ、もう時間ですね。うん。じゃあ、今日は、これで、眠れなかったら明日のルートというか、佐原とか、鹿島神社の方も少し調べて、で、明日の朝できるだけ早く起きようと思います。じゃあ、こんばんは、ありがとうございました。まあ、ルートは明日は多分、水戸に行くんだったらまっすぐ行かないと難しそうですね。距離的に。うん。南は何だ？南の話は何だ？じゃあお疲れ様です。